はい、今回は珍しくこの角度なんですけれども、リュックサックを購入したので紹介したいと思います。で、一応ブランドが、クレドランというブランドで、なんかレディースっぽいんだけど一応ユニセックスでメンズも使えるようなブランドではあったので、まあ、購入してみたんですけれども、特徴がですね、一応こちら素材が帆布といって、まあなんだろう、経年変化をね楽しめるような素材なので、それが目的で購入したんですけれども、今まであのナイロン製といいますか一般的なリュックサックを使ってたんですけれども、ちょっとねどうせだったらこう経年変化楽しめる方がこう使い勝手じゃないか、その使う時にね楽しいかなと思って帆布素材の、ね、リュックを探していたところ、いい感じのものに出会えたという感じです。はい。で、今まであのユニクロのファンクショナルバックパックとか、コムデギャルソンのオムプリウスとかを使ってたんですけども、ちょっとねサイズが大きすぎて、そもそもでそんな出かけないので大きさが必要なかったんですよ。なのでちょっと小さめのものがいいなと思って、このレディースのリュックがちょうど良かったという感じです。はい。で、これのねいいところがまずサイズ感ですね。まあ一応中を見るとこんな感じなんですけれども、もうね本当に自分の使う目的に合いまくってるというか、もう必要最低限入る大きさなので、で、MacBook Air の13インチを使ってるんですけれども、入るかなと思ったらもうねジャストサイズでした。この PC ポケットみたいなところがあるんですけども、ここにジャストサイズで入る大きさだったんで、それも問題なかったですね。で、あとはこのジップ付きのポケットがあったりとか、あとはまあサイドにこうペットボトルを入れるようなポケットも付いてるので、もう本当に必要最低限ですね。で、この外側にもねこうジップ付きのポケットがあるので、ここに鍵とかすぐ取り出せるものを入れたりできるので、もうね完璧ですね。もうデザインもなんだろう、このモノトーンな感じといいますか、このロゴみたいなのもう同系色の黒で統一されているので問題ないですね。まあ一つあれですね、難点といいますか、挙げるとすればこのショルダー部分が細いので、もしかしたら物を入れすぎると疲れるのかなっていう感じですね。で、これ壊れやすいんじゃないのって思う方もいると思うんですけれども、なんとこのブランド修理対応もしてるということで、そこもいいところですよね。なんかこう長く使い続けるってことを考えると、そういう修理対応はめちゃくちゃ嬉しいポイントですね。はい。で、まだね使ってはいないんですけれども、まあ家で、背負ってみたところ、サイズ感もね自分の身長に対してはめちゃくちゃいい感じで、一応この辺に画像を載せるんですけれども、バランス的にもねちょっとまあ子供っぽくはなるかもしれないけど、まあいいんじゃないかなって思います。はい。どうしようか迷ってるのが、先日ちょっとねショルダーバッグみたいなものを購入して使ってるんですけれども、これね結構細いので、あのロッカーとかにも入るんですよ。なのでもうこれでいいんじゃないかなって気もちょっとしてきてるっていうところが迷いどころというかせっかく購入したショルダーバッグの使い道がなくなっちゃうんじゃないかっていうのもあるんですけれども、まあその辺はもうなんだろう、使い分けでなんとかどちらも使っていこうとは思うんですけれども、あとはあれですね、今後この経年変化がどんな感じになっていくのかがすごい楽しみなので、今まであのレザーのリュックとかも使ってたんですけど、やっぱりねレザーはちょっと雨に濡れた後にこうメンテナンスすることを考えると結構ストレスだったので、この帆布だったらもうネットとかに入れればおそらく洗濯機でも洗えちゃうと思うので、もうガシガシガンガン使って今後経年変化を楽しんでいこうと思います。で、このリュックがもうねほぼほぼ在庫残ってないっぽくて、まあちょっとモデルが違うものだったら、この何でしたっけブランド名さん、ちょっと忘れちゃいました、なんかすいません、このブランドさんのね帆布素材のリュックとか出てるので、もしよかったら探してみて、気になる方は購入してみてください。あれだよね、 YouTube やるものとしてブランド名忘れるってやばいよねでもねそれくらいね知らなかったブランドだったんですよ。なんかでも今回発見できてよかったなっていう感じです。はい。で、一応概要欄にブログも貼っておくので、まあ、ゆっくり画像を見たい方はそちらから見ていただいて、
で、あれですね、今後経年変化などのレポートもしていこうと思うので、よかったらご覧ください。ではご視聴ありがとうございます。